この経済を立て直さない限り、社会保障にしても対外的なことを含めて外交もやっぱりおかしくなるじゃないですか。ですから私は何としてでも経済を立て直すという政策の優先順位を一番に持っていきたいと思います。日本という国は経済が良くなってこそ国力、そして国民のプライド、外交力、社会保障の安定、全てがそこで決まってくると思うんです。でそのことを整理をした上で政策の優先順位を明確にするのが今回の自民党でなければならないと思っています。民主党にはよく我々に対して自民党政権時代に借金たくさん作ってという話をされます。しかしながら一方で例えば瀬戸大橋をはじめ高速道路をはじめ社会資本というものはこれは先進国の中でも相当な部分その素晴らしい整備もしています。お金が消えてなくなったわけではなくてお金は何かに変わって世の中のためになっているということもあるんです。公共事業がダメだ、脱炭素だ、コンクリートから人へ、まあ、いろんなことを言われた結果今社会資本の整備は止まってしまっていますが、それは大きな問題だと私は思っています。日本という国の本当に価値がどん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 劣化してしまう。借金は企業と違うので相当部分国というものがあっても私は怖くないと思います。怖いのは借金をコントロールできない政府ができることが一番怖い。借金というものはちゃんと付き合えば国の場合は借金だけじゃなくて資産もあります。でそれを差し引いて考えたら日本の財政というのがとことん追い込まれている状況ではないことだけは間違いありません。だそのことを考えた上でこれから消費税の問題とかそういうことを考えていかなきゃいけない。消費税はこれは医療年金介護少子化対策以外には使わないということは今回の三党合意でも明確にしてるわけですから、だからそういう意味でその部分はぜひきっちりとやらせていただいた上であとは経済の対策だと思います。財政に対する考え方で民主党と自民党が一番違っているのは何かというと民主党の場合は政権になって以来ずっとです、税収よりも赤字国債の方が多いんです。税収より多い赤字国債を発行しているのが民主党政権、自民党時代は一回もありません。